どうもテッシーでございます。お世話になっております。ドラゴンクエスト5続きをプレイしてまいります。前回ですね、最後の方で道具装備をですね整えまして、ピエールに奇跡の剣を与えました。で、テッシーにまどろみの剣を与えまして、でまあお金とか預けてっていう形だったんですね。で前回のね、最後と最後までご覧いただいていた方は分かっていると思うんですけれども、お金がゼロになってますね。でというのも薬草ですね、もう一回ちょっと薬草を買い物に行きまして、薬草を買いだめしてきました。これでね、証何でしたっけ、王家の証か、それを取っていきたいと思います。モンスターも、スラリンとマット、ドラゴンマットですね、絞り込みまして、この5人で動いていきたいと思います。でちょっと並び替えてみようかなと、これでいってみようかなと。おお、マット、こんなんが180、よし行こう。おお、かわいい、かわいいっすね。あんまかわいくないけどかわいいっすね。東の森って言ってましたよね。おお、ストーマ、ゴーレムじゃん、いいじゃないの。ちょっとまあ攻撃でいきましょうか。おお、火炎、いいっすね。これは火炎の息ですかね、マット。ちょっとした呪文使うなでいってみましょうか。ピエールが奇跡の剣で、いいっす、いいっす、強っ、いいね、いいじゃない。これで薬草を使えば大丈夫だと。 OK。 あれ、東の森下かな、上かな、どっちかな。お、素早さ高くていいですね。あー、マット一番、うお、おお、入れ替え、総害ですかね。マット一番後ろの方がいいかな。大丈夫、まあ大丈夫でしょ、テッシー。おお、かっこいい、ザオナル、やばい。おお、ちょっとあれでしたけど、まあ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 、いやー、地味ですけど薬草使ってきます。ちょっと痛恨は予想外でしたね。そっか、そういう時期か、もう敵も痛恨を持ってると。まあ今までもね食らいましたけど、特にストーンマンとかやってきそうですもんね、痛恨は。これでね、もう薬草がガンガンになくなるっていうね。よし、行こう。あ、ここか。あったあったあった。じゃあ、もうちょっと、馬車入れんのかな？あー、入れない。マットで行こうか。どうしようか。イエッタだね、やっぱり。ピエール、イエッタで。はい。すいません、マットさん、ありがとうございます。攻撃力はねやっぱりでかくて良かったんですけれども、くそー。一緒やな、なんやこれ。あー、なんか謎解きあったな、これ入るとこが違うと。これどういうあれでしたっけ、これ右から出て、ほらなんか閉まってるじゃないですか。どうすりゃいいんだこれ。あー、ようわからんな。次左から入るってことなのかな。これ閉まってましたよね今。ってことはここでリセットされるのかな、もしかすると。されないと。おお、
まあいいや、進みます。ちょっと全然謎を解いてないですけど、多分正解なんでしょう。こっちかな、右だったかな。ジェリーマン。お、来た、モシャス。ちょっとテンション上がる。あれ、テッシーには化けない。フォーでも出てきましたよね。強くね。ただイエッタの雄たけびのおかげで全然ダメージ受けない。うわ、そういうこともやってくるんだ今度モシャスだと。よしよしよし、もう倒せるでしょ。 OK。 ジェリーマン、あ、ゼリーで別のものに変身するっていうイメージなのかな。おー、ヨーダ来た。まあ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 、いけるでしょう全然。あー、これ回されるだけか。宝箱あってくれ、あってくれ。ない。 OK、 行こう。まあ王家の墓、墓でしたっけここ。あー、なんかこれね、呪いのマスクっていうのがなんかやばい気がした、なんとなく。なんかやばい気がする。よしよし。おわ、意識なくした。デビルダンサー。オークキングも仲間になるんですよね確か。で、結構使えるやつ。おお話してたら、ありがとうございます、超嬉しい。話してみるもんですね。そう、ザオラル、ザオリクもね確か後から覚えて、ベホマとかも覚えるんですよね確か。で、武器もそこそこ装備できるというね。なので結構相当有用だと思いますね。まあ、ピエールと同じぐらい本当に最後まで使えるんじゃないかなと思います。あー、こいつね、なんかやばいことしてくるんですよね確か。呪い攻撃だったかな。あ、そうだ、呪いっていうステータスが確か、ほら動きが呪われたってね、これ意味が分かんないんですよ。何のステータス以上か分かんないんですよ。大丈夫かな。レベルのとこに、あ、体が動かないって出ましたね。いろんな変な症状が出たりするのかな、今みたいに体が動かなかったり。混乱、メガパニよりマシか。うわー、これ絶対あれじゃん、あれが王家の証じゃない。ビエル眠らせた。よし、これはトルネコのダンジョンを彷彿させますよね。で、下に、あーあー、はいはいなるほどね。もう干上がってる、はいや。ここで開けろってことですよね。はい、線を引くとこでやんないとダメっていうことですね。勘のいい人は先に動かしとくんでしょうね。なるほどなるほど。これもね、素晴らしいっていうか、素晴らしいですよね。幼少期の頃に岩を動かしたっていう記憶をちゃんと使いなさいっていうことですよね。あの薬屋さんを直した時みたいに、薬屋さんが足、岩が動い、岩が、すいません、岩が乗っかっちまって動けねえ
のでつい眠っちまってよとか言ってて、でこうですよね。で全部冷え上がると、はい、てか どこでどっから水が湧き上がってんだと。これはインパス使った方が、あー間違えた、あーよかった、刃の鎧、これはおお強い、持ち物がいっぱいだ、やばい、薬草使ってあげるか、ケッシーがちょっとダメージ受けてる。この刃の鎧のジレンマがあるんですよ、私の中で。鎧、刃の鎧結構守備力高いですよね、こうやってプラス30で。で、そうするとダメージも減るんですけど、刃の鎧って受けたダメージの4分の1を跳ね返すみたいな感じなんですけれども、ダメージが低いと相手に与えるダメージも少なくなっちゃうから、どうなのかなっていうね。これはどういうことだ。はあ。ということは右も同じようになるってことかな。なるほど。先に押した方だけいけるみたいだ。うわー、広いなー、なんだこれは。ちょっと待って、ちょっと待ってちょ待ってね、右は何ぞやっていう、なんだこれは、ちょっとやばいぞ、やばいやばい、ガボット、ほらうわうわ、ダメージでかっ、毒消そう、いや自分でやるわ、うわー、ピエール優しい、あやばいなこれ、ちょっとやばいなこれ、とりあえずベホマ言えた、頑張ってくれ、よしよしよし、キアリーはとにかくやんないで、もう倒しちゃった方が早いっすね、まあ猛毒は、まあ、ダメージ、あいつの一ターンのダメージだと思って対処しちゃった方が、毒消すを使っちゃったかね、そうですね、2ターンで倒せれば結局その1ターンダメージ食らったみたいな、それと同じですからね。いや、やっぱ奇跡の剣いいですわ、もう薬草作戦すげえ効く、よし、ちょっと、あ、これですね、欠けてますね、降りた柱を調べた、何やら出っ張った石が、押してみますか、はい、え、あ出た、で道ができていくと、これはもうね、ゴールでしょう、まあ、結構罠というかからくりがあってちゃんとしないとクリアできませんよっていうことなんでしょうかね、大丈夫かなちょっと心配、ここもそんなボスとかはいないはずなんですよね、記憶にない、 HP が喉終わりだってどういうこと、動きは喉終わりだ、全然喉終わりてないけど、よしよしよし、前、まあまあまあ、イエッタ大丈夫、あーなんか出てるよ、あー最大 HP が呪われてる間ずっと減るってことかな、確か220ありましたよね、あー
マジか。キラリクじゃないっすよね。うわー、なんかやだな。ちょっとさっさとここ通ろう。あった。オッケーです。よしよし、ちょっと右と左も何もないか。なさそうですね。ちょっと待って、ガンガンで減っていく、やばい。リレベト使えばいいのか。うわー、悪いが、王家の証を持っていかせるわけにはいかねえな。テッシーさんが王になることを嫌がる者もいるってことよ。なんで敵にさん付けなのっていう。し、余計なことを言うな。とにかくそいつを返してもらうぜ。神田田みたいなやつが出て、うわ、ほ、神田。ご本人登場じゃないですか、これ。何これ。っていうか、しかも二人しかいないし。久しぶりじゃないですか。ちょっとちっちゃくなってますね。どうしよう。とりあえずスカラでガチガチにするか。よしよしよし。おおおお、ベホイミ。やるじゃないのよ。お、ちょっと。頑張ってるな。まあ、そし特にないっすよね。まああとは、ああでもそしたら神田か。弱っ。おい、神田だ、相棒死んじゃったぞ。大丈夫か。いやー、3ではお世話になりましたね。2度ほど。もうやばいんじゃない。ほら、めっちゃダメージ入ってるよ。1人でベホイメはきついぞ。あとは自動回復が確かついてた時もあったような気がするんですよね。頑張ってるじゃねえかよ、この野郎。あら、ちょっと差つきすぎちゃったかな、これは。はい、ありがとうございます。いなくなった。これ落ちれんのかな。落ちれない。あー、リエビト使えねえだろうな。さっさと。言えった。こんな洞窟でやだよ、呪われた、やだよって思ってんだろうな。ごめんな、ちょっと待ってな。もうちょいだから言えた。ちょっと不憫で言えたが、ずっと頑張ってくれてるじゃないですか、今まで。よしよしよし、もうちょいだ、頑張れ。相変わらずまん丸が可愛いんですよね、イエッタの。このね、敵のイラストはそこまでではないんですけど、あのドラクエ4の闘技場のベロリンマンですよね。それと同じなんで、このフィールドにいるこのドットのまん丸っていうか、それが可愛いんですよね。まるっとしてる、雪見大福みたいな感じで。もうちょい、ここで戻れるのかっていうことですよ。あ、戻れた、余裕、やった、言った、出れるぞ。あれ、
とマジか。ここは敵出ない。ここは敵出なかったよね。ちょっと待て待て。ここは。うわーやばい。言ったやばい。ちょっと待て待て待て。ここか。ちょっと待って。ちょっと冷や汗出てきた。やばい。これ押すのか。違う。まあまあまあ回復はまだいっぱいできるから。あれ？ああ出れるやん、よかった。最初からちょっとやっときゃよかった。マジ怖。あ間違えた、違うよ、ラインハットじゃねえよ。ちっちゃ船。ここよ、ここどうやって入った船みたいな。はい、すいません、戻ります。ちょっと言えたちゃんをね戻したい先に。一番上か。そうだね、呪いを解くシャナクか。シャナクはさすがにまだ覚えないな。呪いを解く赤。忌まわしき呪いよりイエッタを解き放ちたまえと。 HP が呪われるとやばいのね。動きは呪われても大丈夫だったと。これでびっくりした。ちょっと待って、 HP228 いいのか。あ、そうか、強さで、この強さは満タンじゃないんだ、この HP 現在 HP なんだ。じゃあ HP 最大 HP 減ってるってわけじゃないのかな、もしかして。さっき最大 HP が減ってるんだなみたいなこと言ってましたけど、ちょっと違いましたね。ひとまずというか、もう OK の証を渡しましょう。取ってきたで、王子ロンちゃん。やったでやったで。へい、おお、テッシーよ、よくぞやり遂げた。王家の証し、しかと見届けたぞよ。これで晴れて、そなたに王位を譲れるというもんじゃ。大臣、そなたももはや文句はないであろう。文句とは心外ですが、私はただしきたりのことを言っただけで、文句などは。そうであったな。とにかく鉄師がこの国の王になるのじゃ。ではこのことを国中に知らせなくてはいけませんな。それに即位式の準備も、その役目この大臣が引き受けましょうぞ。さて、そうと決まったらこうしてはいられないわい。ではこれにて。ふうむ、反対していた終わりには大臣も気が早いことだな。なんかこのセリフいるのかな、なんかあるのか。大変でございます、大変でございます。何事だ。はい、フローラ様が、テッシー様の奥様が赤ちゃんを。なんと、生まれたと申すか。いいえ、違うんかい。でも今にも生まれそうで。なんとめでたい。これはもしかすると新しい王と王子の二人が同時に誕生だわい。おっと、テッシー、のんびりしている場合ではないぞ。さあ、テッシー様、こちらでございます。まあ確かに王と王子一緒に誕生したら、これは歴史的なことですよね。テッシーさん、戻ってきてくださったのね。私頑張って元気な赤ちゃんを産むわ。あれ、おい、
はい、大丈夫さ。これで私今3人も産んでるんだよ。さあさあ、ここは私山下の部屋で待っておいでよ。はあ、なるほどね。ちょっと一応挨拶。はい、俺も愛してます。下の部屋、まあオジロンのとこかな。これティッシュ、少しは落ち着いたらどうだ。心配なのは分かるが、あまりおどおどしていては父としてみっともないぞ。ああ、ここよ、ここでパパスがこうしてたね。わかるわその気持ち。あ、坊ちゃん、話を聞いて私も飛んできたんです。しかしここでこうして待っていると、まるで坊ちゃんが生まれた時の、わあそうだったんだやっぱりね。パパスがどんな喜ばれたことかと、そういうことですよね。無音はちょっとやめてほしいんですけどね。どうかお気を確かに。あ、来た。一緒。おめでとうございます。さあ、わしに構わず行ってあげるがよい。おす。ほほほ。え、あ、抱っこされてる。フローラさんはとってもよく頑張りましたよ。ほら、本当に可愛い玉ねぐな男の子と、そして、おお、双子か。いっぺんに二人もなって、テッシーさんは本当に幸せ者だね。男の子の方は根元がテッシー様にそっくり。優しそうで、しかもどことなく不思議で、サイコパスで。女の子は、そうね、やっぱりお母さんにかしら。大きくなったらきっと美人になりましてよ。はい、よう頑張った。おお、これで私もあなたの妻として一人前になれたかしら。いや、そう、うん、な、はい、うん、私たちの赤ちゃんよ、ね、赤ちゃんの名前を考えなくちゃ。ああ、そうやな。え、どうしよう。うわー、全然考えてなかった、やばい。ちょっと、ま、やべえ、どうしよう。え、これ男の子っすよね。え、ちょっと待、どうしよう。せっかくだからカタカナがいいですよね。いやー、そっか。あー、なるほどね。お、パ、オジロン、パパス、テッシー。あー、まあ、ちょっと簡単に思いついたやつでいいや。ハンスでいきましょう。違うかな。ちょっといまいちかな。どう、やばいっすね。まあ、違うな。なるほど。ちょっとやばいっすね。女の子はどうしよう。急に来たねこれ。ちょっとそうしましたら、一瞬考えますんで、すぐこれ30分来たんで、動画、次の動画もこれについては同時の日にちにアップします。でちょっと考えて進めたいと思いますので、動画の移動をよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。